ハロー YouTube 速稼塾の久保でございます。今日はですね、特別に、特別でもないんですけどもね、私のホームジムにご案内します。ホームジムというからにはこうやってね、大きな鏡がついてます。これが 19,800円で Amazon で買いました。こちらはメルカリで2,000円のパンチングバッグですね。それから私の自慢はこれ、牧人です。7、8万したんですけども、これも Amazon なんですよ。遠春拳のね、牧人、今ではすっかり、できるようになりました。その他、こちらにね、こう足をこうやって乗せて、こうやって踏ん張るやつがありますね。こういうふうにジャッキジャッキジャッキと、これはもらい物です。で、これがね、リサイクルショップで買った、ほら、腹筋するやつですね。腹筋するやつ。その他、ちょっと向き変えますね、すいません。向きを変えて、これね、バーベル？バーベルとダンベルありますね。これセットで、確か5万、違うな。19,800 円に、この重りをですね、買い足しましたんで、これが6,000円ぐらいだったと思います。だから、3万円しないですね。で、このベンチ、ちょっと戻します。こちらね。このベンチが、これ腹筋するベンチなんですけども、これがね、メルカリで5,000円ぐらいで買ったんですね。で、向こうにある、ロデオですね。ロデオは全然使えません。これ3,980円でリサイクルショップですね。こんな感じで揃えたんですけども、忘れちゃいけないのが、フローリングに引くもんですから、こうやってね、ゴムの、ほらね。これは軽自動車の荷台に乗せるやつをそのまんま、2台分買ったんですけど、1枚5,000円で、2枚で2万円です。それからトレーニングするときに、やっぱね、こういった、頑張る系のビデオを見ながら、ジャッキー・チェンとか、これ、シュワルツネガーとかね、頑張る系のビデオを見ながらやると、モチベーションが落ちないんで、この大きな画面、これはコストコで65,000円、60インチだったと思いますね。で、冷蔵庫ね。プロテインを入れるための冷蔵庫。今何も入ってませんけども。で、プロテインがこうあるということでございます。まあ、こんな感じでね、ちょっと編集もせずにすいませんけども、ホームジムができてます。だから、全部足して、まあ、10万円はかからないんですよ。で、それも、月に1回、1個ずつ買い足していきましたね。あ、10万円かからないって嘘です。これが8万円しました。すいません。ですから20万くらいですかね、やっぱり。でもそれもね、無理がないように、まずは、下に引くものを1万円で揃えて、で、しかも1枚ずつ買ったんですよ。5,000円で1枚引いて、その次に、この、何ですかね、バーベルですか。バーベルを19,800円で買ったという形でございます。だから25,000円くらいで、まずは形ができたんですよね。そこから、ベンチを買い足して、重りを買い足して、で、腹筋、ワンダーコアを買い足して、これリサイクルショップで5,000円ですね。そうこうしてるうちに、この、キコキコをもらいまして、で、その次ぐらいに、これですね、パンチングのやつ、2000円でメルカリで買ったという形でね、ちょっとずつなんですよ。1年ぐらいかけてこれ作りました。で、お金がなくなったりとか、それからもうこの分で自分の体鍛えるの十分だなと思ったらそこで止めればいいんで、一気にこれを全部揃えてからやる必要はありません。特にね、この牧人なんて絶対買う必要ないんですよ。これね、自宅にあるやついますかね。もう完全に YouTube を意識してますね、これね。ほんと、どしがたいですね。まあ、そんな形で、あ、トランポリンもあった。トランポリンも買ったんですよ。実はトランポリンって乗るだけで全身運動になるんですよね。で、ダイエットにも効くそうなんですけども、まあ、なんせ2階なんで、バン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 できないですよね。下に寝てますからね。もう、こんな感じでございますね。はい、私の、ホームジムの紹介ですけども、肝心なのは、機材をこうね、いくらですよって触りながらやるところかなと思うんですけどもね。ミスター M さんも、何ですかね、ラックですか、パワーラックね。憧れの。私も考えたんですけど、パワーラックを2階に置く域がなかったんですよ。パワーラックってガシャーンって、100キロぐらいのね、バーベルボーンと落とさせた時に、ものすごい重量過負荷がかかって床が抜ける可能性があるんじゃないかなと思いました。まあそのね、床が抜けるかどうかっていう検証動画もあるんで、結局は抜けないんですけども、でもちょっとね、思いっきりできないですよね、やっぱりね。ですからパワーラックはやっぱ置くんなら1回かなと思います。それでは今回は以上です。ありがとうございます。